はい、タコとスキルタイムです。どうも、ついちゃんことついのぞみです。今回はラウンドワンスタジアムの板橋店に来ております。はい、まあ、カラオケボックスですね。はい、久しぶりだね。はい、そうですね、カラオケをちょっとね、たまにはターボンチャンネルで、まあ、ついチャンネルで撮ったんだよね。そう、撮ったんですけど、はい、まあ、ちょっとだけね、その番外編としてターボンもちょっと回してみようかなと思ってやっております。はい、まあ、ノリでどうしますかね。何歌いますか。何歌おう。まあ、歌は苦手なので私は踊ろうかなと思ってます。俺もあんま得意じゃないので踊ろうかなと思ってあ、ダメや歌ってそれじゃあ、なんか流行りの猫歌ってたな。いや、猫は歌ってたから香水いいよ、歌えよ。私歌えないからねとりあえず入れてみましょう。なんか歌いで歌ってみたいと思います。それじゃあスタート。チャンネル歌ってもいいよ。違うってフルでここで踊るの結構きついんだけど。ターボンチャンネルで、ターボンチャンネルで香水。夜中にいきなりさ、いつ会いてるのってない。君とはもう3年くらい会ってないのに、どうしたの。あの頃僕たちはさ、何でもできる気がしてた。二人で海に見てはたくさん写真撮ったね。でも見てよ今の僕を、クズになった僕を、人を傷つけてまた泣かせても何も感じ取れなくてさ。別に君を求めてないけど、横にいられると思い出す君のドルチェ&ガッバーナのその香水のせいだよ。今更君に会ってさ、僕が何を言ったらいい。可愛くなったね、口先でしか言えないよ。どうしたの、いきなりさ、タバコなんか加えだして。悲しくないよ、悲しくないよ、君が変わっただけだから。でも見てよ今の僕を、空っぽの僕を、人に嘘ついて軽蔑されて涙一つも出なくてさ。別に君を求めてないけど、横にいられると思い出す君のドルチェ&ガバナのその香水のせいだよ。別に君をまた好きになることなんてありえないけど、君のドルチェ&ガバナの香水が思い出させる。何もなくても楽しかった頃に戻りたいとか思わないけど、君の目を見ると思う。別に君を求めてないけど、横にいられると思い出す君のドルチェ&ガバナのその香水せいだよ。別に君をまた好きになるくらい君は素敵な人だよ。でもまた同じことを繰り返して僕が振られるんだ。
何これ何これ待って、めちゃめちゃずっと踊ってためちゃめちゃ疲れるこの曲めちゃめちゃ疲れるよ。踊ってる方が疲れるパターンですカラオケで歌って踊ってみたということで、まあ、はい、このね動画、あれは香水は半年ぐらい前にやってきたのかな。そうなんだ、だいぶ遅いよ。だいぶ遅い。俺がこの歌めっちゃいいで言ってたのは4月だったからさ、ずーっとやりたいなって思ってたんだけど、もうみんなが初めて、うわめっちゃバズってるしと思いながら。でもね、これはしんどいわちょっと踊る方は、うん、カラオケのノリで香水をやってみたでした。はい、疲れた。でもねこれがねまた好評だったらさ、はい、ちょっとやりたい曲はいっぱいあるのよ2人でね。そうなんです、そう初耳です。2人でやりたいものとかはいっぱいあるので、はい、この動画が好評であればまたねやってみたいと思います、はい、ということでこの動画いいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いしま す。そして私ダークはブログとインスタ、そして、ね、TikTok も私はやってますので概要欄の方からチェックしてみてください。はい、はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。